はい、久しぶりでございます。久しぶりでございます。前回が何場所だったの今まで。1年ぐらい。1年ぐらいね、1年老けたじゃないの。わもう僕も就職がありましたね。大人になったね。どうしたの。いろいろ忙しくなりまして、なかなか更新もできずに。そうか。今に至ります。吉田さんが忙しいと、はい、私は風通しがいいですわ。で変わらないですね。じゃあね、しばらく更新にしていたんですけれども、まあいろいろ出来事ありましたが、なんかどんなのが、あーちょっとテレビに出てなかった気がする。そうなんです、それが痛かったですね。モノマネ坊主です。マリさんもそうです。2回目の出演で。2回目じゃないのです。あ、3回目忘れた。3回目。3回か4回かな。3回目か。ゆきさおりさんの、はい、そうです。それが去年の、2012年の5月放送でしたね。もう1年以上前になります。1年以上前になります。あららら、ら、まあ、本当にね、思い出の番組でございますけれども、なんか噂によると放送はカットされていましたけれども、はい、実はもっと激しく動いていたんです。そうです。スキップしながらダン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 とかちょっと早回しにしてる。なんかそのカラオケの音が早回しになって動きがこうボックスを踏むようなこう動きがあったり、そうそう、パー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 とかね。それがカット。はい、一番美味しいところがカットされてしまいました。ちょっとカットされなかったバージョンを今度再現して、うんうん、そうですね、ぜひ YouTube に、ええ、あれ流しましょう。乗せましょう。ちょっと眉毛上に描いてちょっとそういうのやっていきたいですね。はい。で、僕も出演させていただきました。僕は何をやったのかな。私は愛はかげろうという曲をやらせていただきました。愛はかげろう。そうです。もう昭和の頃の歌伝が、僕は持ちネタじゃなかったので、ただやっぱりガムをやるって決まってから収録の本番までの間が1ヶ月ぐらいだったので、練習する時間が短くて、それであと、ね、会社の新入社員の研修があってね、今の方が絶対似てるんですよ。まあそういうもんですよ。そういう人生って、こういう風に歌っておけばよかったとか、社会人になっていろいろと分かるところある、うん、そうなんですよ。そうそう、それだけちょっとね、心残りなのと、心残りがない、モノマネなんかない。あとは打ち上げに出れなかったっていうのがただですね、打ち上げって言ってもまあこういうね、はい、アリスヤのとこで乾き物と、はい、前出たものね、はい、私の計画しに来たものね、はい、その時に打ち上げ語ったんですよ。その時にやっぱ出演者としてモノマネ王座に出られてたモノマネさんたちと ご一緒させていただくという、その経験ができなかったことが心残りですね。だってそんな経験普通できないじゃないですか。できない。そのモノマネさんがいる中に、できない経験を、出演者としてお疲れ様ですなんて、あんまりほらできない経験を大量にやると運使っちゃうから、小出しに運を使っていった方がいい。まあ目標がこれからまたできますし ね、 ね、まだ22歳でしょ。あ、3だったね、この間。24になります。24ですよね。出会った時は中学校だったよね。中学生。わ、もう早いもんですよ。で、はい、今日のフィーバーしましょう、うんうん、スペシャルなんですよ。あ、なんか空気が違うですよね。なんかハイソサイティの空気が漂って、いつもはこじんまりとした部屋でやってる、なんかインテリ系のハイソサイティの空気が漂ってきました。そう、そのインテリ系、インテリ系、インテリ系、インテリ系。いや、ちょっとゲストが今回は、うん、フィーバーしましょう。初です。初です。ゲストです。初です。はい、誰だと思いますか。誰だろう。見えてるんだけど。じゃあお呼びしましょう。はい、日高大輔様でございます。大輔様、いや、アイソサエティ、はい、はい、インテリ系です、はい、インテリの水、はい、さあ、日高さん、はい、インテリの水、いきなり水をございます。水がここで登場する、登場する、はい、まあ、日高さん、ああ、どうも、ありがとうございます。いえいえ、初めましてじゃないんですけど、日高さんは、はい、パネルクイズアタック25では、優勝、はい、その他クイズ番組に多数ご出演されておりまして、現在ではお願いランキングや笑っていいともに、ドラチカマスターうんちく王という形でですね、出演されてご活躍になっております。クイズ作家の日高大輔さんでございます。はい、もうプロフィールがもうしっちゃかめっちゃかですいません、なんで、ね、じゃあ改めて日高さんから自己紹介を、はい、見え
あもうね、いろんなことを、ね、整理してみましょう。はい、はい、現在クイズ作家として、活躍しております。Q様とか、うん、高校生クイズとかを、の問題作成だったり問題監修をやらせて、テレビにもね出てるね。はい、そしてクイズ王とか、はいはいはい、早押しクイズをやったりとか、うん、あるいはいろんなものに対するうんちくというか、豆知識みたいなものを言ったりとかする、役目でやらせていただいたり、俺がランキングでタキシード着て、はいはい、女子大生と一緒にドライブしながら、即興で何かお題出て、はいはいはい、なんか芸人さんみたいなことやってるんですね。そうですね、インテリ芸人みたいな。はい、でそのクイズ作家、まあ、クイズを作るお仕事、まあ、基本的には作るという作業なんですね、はい、そうですね、はい、クイズ高校生クイズとか、そういったもののクイズを作る毎週出題者とか、そうです、すごいです。あとその判定もされてるんでしたっけ。実際にもうスタジオに行って、タレントさんが答えてた時に、はい、ピンポンかブーかを、はい、あれ緊張するんですよ、ね、もういつも頭の、ね、切り替えをバーッてしないとね。早押しクイズとかだったらまだ簡単なんですよ、はい、なんとかこっち答え知ってますから、はい、多分、日本の首都はどこでしょう、うんうん、答えてください。うん、福岡、ブブー、東京、ピンポンピンポンピンポン、これは簡単なんですけど、日本にある県庁所在地を全て答えなさいみたいな。早いやつだと瞬時に、福岡ピンポン、うん、高松ピンポン、うん、ってなって、下関って言われた時にどっちだっけって一瞬なるじゃないですか。答えをその場合はちゃんと47覚えとかなきゃいけないんで、その判定とかは難しい。瞬時に一応でも手元にその回答というかありますけど、それもでもこう逆さあいうえお順になって、例えばタレントメーカーに載っている全てがひらがなで表記される女性芸能人の名前を1分間で10人答えなさいみたいなゲームがあった時に、資料は確かにあいうえお順で、でも1000人ぐらい載ってるんですよ。だからもうある程度暗記していきますけど、出そうな人でも意外な人がもう瞬時出てくるんで、もうそういう時はもう大抵乗ってるだろう。いや、ちゃんとやってますけど、結果は良かったってなってたりしますけど、すごい作業ですね。ちょっと賭けのようなところもありますけど、若干、うん、これでも微妙な答えの時もあるんですよ。伊藤博文って言われた時に、辞書では伊藤博文なんですね。あ、どうしよう、まあ、今のはでもブって聞こえたからいっかだったりとか、書き問題だったら罰にしなきゃいけないとか、そういうのを結構裏の苦労みたいなのありますね。審判のような感じですね。もありますし、うん、はい、ちょっと間違った判定しちゃった場合は、うん、ね、取り直しをしなきゃいけなかったりする時も、まあ、たまにあるんですけど、その時じゃあ問題文どう直したらいいって聞かれるので、その時に瞬時に問題文を成立する問題文に、頭の部分をちょっと入れ替えるとか、なんかいろいろしたり。だけどこうやってね、日高さんここまで活躍してるっていう人はことは、いろんなこう、ね、クイズ作家さんよりも上だってことですよね、その判断力とか瞬発、ね、力とかいうのは第一線で活躍されて、いや本当にそうですよ、本当に。でその日高さんがなぜこのフィーバーに来ていただいたのかと、フィーバーに来ていただけたのか、クイズ王でありながら、モノマネ王でもあって、モノマネ王モノマネ王じゃないです、これはっきり言います、モノマネ王じゃないです、モノマネ王なんです、モノマネ王なんです。それはだってモノマネ王、あの もうこの動画をきっと見てらっしゃるであろう、モノマネファンがきっと一度は見たことがあるで、見たことがあるよ、モノマネ王座決定戦データベースという素敵なホームページを作られてるのが日高大先生、日高大先生が作ってまさかですね、多分知らなかった人もいらっしゃることと思います、うん、あれ、そうです、2004年ぐらいなんで、はい、まだ、まあ、この仕事っていうかクイズ作家っていう仕事する前に塾の先生やってたんですけど、まあ、アルバイトじゃないですけど、はい、大学時代に、その時に趣味で、まあ、始めた、そう、モノマネ王座があまりにも好きで情熱がとどまるのを知らず、もちろんビデオとか何回も見たりするんですけど、そのうち、あれ、これのネタって前に誰がやったんだっけなって、たまにほら分かんなくなるじゃないですか、見てた時に、じゃあ自分でまとめようってことでやってったら、もう凝り性なのが出ちゃいまして、すごい詳しく書いてね、トーナメント表までペイントスプレーで作ったりとか、
色とか自体も同じようにしたりとか。あ、で、見ました、ね、なるべく電球の数も同じにしたりそこまでやってないですか細かい。そこは気づかなかった。3回爆笑スターものまね王座のセットだけちょっとトーナメントのあれが角張ってるんですよ、うん、そこはそれ気づかなかった。ちょっとだけ再現でも誰も自分満足でバカなって。そうなんですか。あそこまでやられたとは知らなかった。あれ作る、まあ、ちょっとまだちょっとね未完成ですけど、不完全ではあるんですけど忙しくなっちゃった。あ、皆さん一度お世話になったことがあるホームページです。モノマネファン、お世話になったことお世話になってますよ、はい、でその平川さんに今日はですねモノマネ王座についてちょっとディープなお話をしていただきたいなと。よろしいです。でも、はい、出られ出演者じゃないでも僕がいろいろお聞きしたいこともたくさんあるんですよ本当は。あ、じゃあ何でしょう、ね、あと今日も毎週だから、ね、まあそうですね、はい。